トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月11日日曜日の朝です。今日のお空模様です。今日の天気は晴れ、風はよくわからないですね。南風だったり西風だったり北風だったり、弱い風がいろんな方向から吹くような感じの朝になってます。今日の朝も暑いですね。昨日の昼間36度超えでしたから、朝も気温が下がりきりません。暑い日になりそうです。これから出社口を開けて車外開始します。この時間になりましても厩舎の中割と暗いですね。あとも起きる時間遅くなったんでしょうかね。今日の東京の日の出時間4時57分です。もうじき5時ですね。1日1分ぐらいずつ日の出が遅くなってますから、もう少し経つと日の出時間5時過ぎてきますね。日没の時間も早くなってますから、今この残暑暑くてどうしようもないんですけども、俺もそろそろ落ち着いてほしいなぁなんて思ってます。あとは外に出てきたんですけども、いつも通りさっと飛び上がる鳩と飛び上がらない鳩両方いますね。飛び上がらない鳩、厩舎の中に入って追い出しをして黒鳩を立てて、全球飛び立たせてます。飛び上がった鳩たち割と元気よく上空に上がり始めました。厩舎内の温度見ましたら 27.5 度あります。5時15分ぐらいでこの気温ですからね。まだまだ暑さは続きそうです。もうちょっとなんとか平年気温並みのこう25度とか24度ぐらいの朝の気温になってほしいななんて思いながら、鳩の車外飛んでる姿を眺めてます。今日は鳩さん気温高いから飛びにくいでしょうね。だんだん上空上がりまして、鳩は南西の方向ですね、これに進み始めました。どうもやっと遠征に行くようです。ただいま5時25分を過ぎたところです。遠征に行った鳩から一部戻ってきました。11羽ですね。飛びたくない鳥が遠征先からさっさと戻ってきました。もうすぐ5時45分になるところです。遠征に行った鳩が今戻ってきて一部降り始めました。今日のこの鳩の飛翔時間30分ぐらいですね。遠征時間は20分ぐらいなんですかね。ワクチン接種明けから飛び方が少し変わってたみたいですね。飛翔時間としては1回降りてまた飛び上がったりして、それほど短いとは思わないんですけども、遠征行ってる時間が20分から25分ということで、昔の時間にまた戻っちゃいましたね。で戻ってきて調子のいい時はそのまままた遠征に行ったんですけども、ここ2日間は遠征に行かずに屋根に降りてくるということを繰り返してます。今日もそんな感じですね。昨日一昨日と同じような感じで、30分飛んでますから、この辺で1回降りてまた飛び上がるということになりそうですね。だいぶ低空になって滑空になってきました。もう降りてくるでしょうね。気温も暑いですよね。日に日に朝の気温が上がってますから、これも鳩が飛びたがらない一つの要因なんでしょうね。鳩は5時45分頃から降り始めまして、今日の1回目の飛翔時間は30分から35分ですね。大集団が降りてきました。ちょっと短め、残念です。ただいまの時間は5時55分になりました。
鳩が 2,3 分屋根の上にいて飛び上がりました。なんで飛び上がったのかななんて思って空を眺めてましたら、サギですね、2羽のシロサギが飛んできまして、それに驚いたんでしょうかね。で飛び上がってます。シロサギも飛びながらなんかギャギャ鳴いてるんですよね。まあその声を聞きながらってことなんですけども、うちの鳥はサギとか大きな野鳥あまり遭遇することないんで、そういうのが出てくるとすぐにこう驚いちゃうみたいですね。経験値が低い鳩ですね、うちの鳩はね。まだ近所の周りぐるぐる回ってる分にはいいんですけども、これから連合会の放給訓練とかなってきますと、いろんな野鳥と遭遇しますよね。そのたんびにビビっていたんではうちの鳩体が持たないんじゃないかななんて思ってます。とりあえず暑い中飛び上がって、飛翔を続けてます。いつまで飛翔を続けてくれますか。先ほど短かったので、今度はその分挽回してほしいななんて思って眺めてます。2回目の飛翔を終えて降りてきた後です。全部が全部こう飛んでたわけじゃなくて、飛ばなかった鳥もいましたからね。そういう飛ばなかった鳥はもう全然元気ですけども、飛び上がった鳥飛翔時間22分から23分、やはり降りてきた鳥は口開けたり口をもごもごしたり、やっぱり暑いですよね。27.5度なんていうのはちょっと暑すぎです。まだ入り口閉めてあります。もう少ししましたら入射口を開けたいと思います。鳩がまた飛び上がりました。3回目の飛翔ですね。降りてきてどうだろう、数分間いて、飛び上がってます。6時20分ぐらいなのかな、飛び上がったのは。急車の中に入る鳩はまだ多くなかったんで、割と多くの鳥が飛び上がってます。飛び上がるとちょっと休んだこともあって飛び方は元気ですね。なんか今日は周りの野鳥とかそういうので驚いてるのかもしれないですね。なんか飛び上がる時の飛び方がバタバタバタっと一斉に飛び上がる感じがしますんで、ちょっとなんか心配ですね。最近猛禽が現れてないんですけども、もしかしたら猛禽がどっか鳩には見えるような状況なのかもしれないですね。そういえば今日カラスもいないな、どうしたんだろう。なんか不気味な野鳥の動きです。ただいまの時間6時30分になりました。6時20分ごろ3回目の飛翔を始めた鳩、今降りてきました。たった10分間飛んだだけですけども、口を開けてますね、このハイウマなんかもね。他の鳩もあまり状態こう良くないですね。口開けて降りてきてます。やはり気温が高くなっちゃったんですね。もう日差しが今きついです。なんか刺さるような日差しなんですよね。6時半でもこんな日差しですから、今日は36度超えの猛暑日、厳しい暑さの日になりそうです。もうしばらく鳩屋根の上で遊ばせて呼び込みたいと思います。今日はマイコプラズマ、サルモレラの治療薬の投与2日目になりました。今日の朝の糞の状態を見ましたら、糞の状態なかなか綺麗な糞をしてましたので、抗生物質たくさんあげすぎたとか効いてないなっていう感じはないですね。特に体調を壊さずにいい感じの糞をしていました。今
今日2日目、明日1日ですね、もう1日マイコプラズマ、サルモネラ、この投与をして終了になります。いや、薬投与してると、またこれによって、状態変わっちゃいますんで、心配なんですけども、まあまあ今のところは順調に推移していると思います。今日は連続して、飛翔してくれなかったんですけども、まあ、短い時間の飛翔を3回ということで、合計飛翔時間で一応1時間以上ということで許してあげたいと思います。やはりこの暑さはきついですよね。この暑さが収まって鳩も飛びやすい飛翔になってくれればいいななんて思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。